グリンドルの女の子が我が家に戻ってきた。その日の夜、生まれ育ったケージの中には兄弟たちはもういません。一人寂しく戻ってきたこの子のご家族様を探すために募集をかけたところ、本当に多くのお問い合わせがありました。皆様本当にありがとうございます。そのたくさんのお問い合わせの中で、ご連絡が一番早く、その日の夜にご見学に来たご家族様がこのブリンドルの女の子の飼い主様になると決めて飼えられました。名前はラムちゃん。先住犬のブリンドルの男の子もフレンチブルドッグなので、これから家族になるので仲良く幸せになってほしいな。戻ってきた数日間のラムちゃんは、犬が変わったようにおとなしくなっていました。みんなと一緒だった時は男の子たちに負けないくらいおてんばな女の子だったのに、戻ってきてからのラムちゃんは見ての通り元気がありませんでした。ご家族様がお迎えに来るのが1週間後なので、それまで少しでも元気を取り戻してほしいな。お迎え5日前、この日はママと動物病院へお出かけに敏感になってる様子。大丈夫だから心配しなくていいんだよ。動物病院についても放心状態。ずっと不安な気持ちが溢れ出ている様子。自宅に帰ってきてもやっぱり寂しそう。兄弟たちがいないので、一人寂しくぬいぐるみと一緒におねんねです。お迎え4日前、顔つきに少し元気が出てきました。兄弟たちはいなくても、うちにはみんながいるから寂しくないよね。お迎え3日前、ぬいぐるみを噛みながら前足でふみふみ。兄弟のドムくんとテトくんと同じ行動をしてる。ラムちゃん、かわいすぎる。お迎え2日前、完全に元気を取り戻したラムちゃん。戻ってきた時は遊ぶ元気もあまりなかったけど、数日経ってボスと一緒に遊ぶこともできるようになりました。お迎え前日、完全に元気を取り戻したラムちゃん。あとはご家族様が明日お迎えに来るのを待つだけだね。これはお迎え当日の様子です。
ご家族様がお迎えにやってきました。お兄ちゃんおるかな。今日はどうかな。この前激しかったけど連れてきてないかもしれない。この前大興奮やって。お兄ちゃんがこんにちは。あ、ありがとうございます。すみません、来ました。旦那さん来たよ。お、大興奮や。どうぞ、お邪魔します。あ、喜んど、喜んど。喜んど。お、この前と違う。喜んど、喜んど。これ喜んど。この前と違って、なんかこの前と違って喜んど。すごい。あれどうぞ。あ、この前と違っておとなしいです。あ、まとってよ。相変わらずどうしたどうした相変わらず。おすごいすごい。遊べるようになった。やっぱ元気になったね。もう結構体調。あれも戻ってきた時、戻ってきた初日だったんで。次の日か。次の日かね。だいぶおとなしかったでしょ、あの時。そうですね、おとなしかったです。1週間ここにおったんで、だいぶ変わりました。ロングが変わってないね。あ、でも遊べるよ。あれちょっと心配やったんだけど、なんかあれ、昼前って疲れてるんじゃないですか。暑いて暑いてあれ、あ、でも遊ぶようになった。あ、飛びすごいダメよ、そんなしたらダメよ、ロン君、ダメよ。すぐ乗られる。マウント早いな。まだ赤ちゃんだよ。自分が上って思わすとね。まだ赤ちゃんだよ。すごいよ、ね。お、でも遊べ。これが本来の姿だと思うんだけど。あ、これがでも普通。蹴られる。初めて会った感じだった。2回目とは思えない。ローちゃんめっちゃ激しいんやけど。すごい元気。やめて。上下関係はね、発揮しさせなね。いいよ、今日からずっと遊べるけ。よかったね。まあでもね、道中帰り静かになるやろうけ。帰って元気になるやね。疲れた。ライブ出てるんですけど、もう1回ぐらい。多分大丈夫だと思うんですけど。ロクおさりは？ロクおさりは？ロクいきたね、お姉ちゃんができてね。捕まえて。僕たちもあれですもんね、SNS とかにやっぱり理解力がある飼い主さんの方が自分らはめちゃめちゃありがたいんですよ。おっきいのに、おっきいのに出すか。じゃあね、お兄ちゃんが。やっと帰れるってどうしよう。
ね、ラムちゃんお願いね。なんで疲れてもう。寝でもね、ゆっくり寝るぞ。疲れて。多分寝ると思うね。ノン君疲れて。ぐっすり寝れるんじゃない？うん。ちょっと男の方がいいね。うん疲れた。元気でね。元気でね。もう疲れた。もう何時間？1時間ぐらい。いや、最初から2時間ぐらいかも。またね。わ、よかったね、お友達は。いや、もういや、もう参加せん、もう疲れた。一旦スイッチがオフになるとね、寝るもんね。これも買ってきたよ。あ、やったレンタルボーン、レンタルボーン、ダメや、もうダメ、噛む力もない、噛む力もない。さっき座ろうか。あ、そうやね、レーダーも座ったから噛む力もない。奥にあって紙袋、はい、どうぞ。あ、よかった、すごい特等席やん。あ、ロー君、特等席やん。よかったね、うちの中よりちょっと涼しいかもよ。お、あもう、あいや、車の中でもゆっくりできんのよね、ロー君、ね、あ、いやいや、こっちはラミちゃんはもう寝そう、もう寝る、居心地がいいみたいな。あ、すごい、あ、ホリオ、ホリオ、ホリオ、あ、もう寝る、あ、あ、いや、デンタルボーン神よ、うん、もう寝るね、あ、寝る寝る、もう疲れた。じゃあ寝ろ、バイバイ、バイバイ。じゃあねー、一緒に遊んでる。じゃあねー、ありがとうございました。ありがとうございました。また続きよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょこちょこ遊びにさせてください。ありがとうございました。またねー、バイバイ。じゃあダメちゃん、インスタグラム投稿見てます。はい、見ます。じゃあまた、はい、ありがとうございます。これで終わったね。終わった。終わった。完結したね。いやー、今回は本当すごかったね。やったね。いや、冒頭の私はさ、いろんなことがあった。やっぱドラマティックやったな。三男の子が忘れんでってイオンかなとか思ったり。思ったり。すごかった。片付けるか。もう戻ってくる。もう戻ってこないよ。うん、次戻ってくるときは遊びに来るときよ。そうね。遊びに来るときはね。分かった。お、これ名刺。ロン君の。すごい。すごい。愛犬の名刺作るのっていいよね。ダメよ、ピントが合わん。マジで本当に、いや、なんでこれ、あ、ピント、あ、ワン、まあ一応ね、いや本当にピントがワン、まあまた別で紹介するか、ピントがワン、写真に撮ったね。うん、終わった。さあ、散々掘るだけだから。うん、また同じ光景になっちまった。あ、いちごのおもちゃあげればよかったね、これ。いや、私もそう思ったんやけど、それを使おうと思って今度。ボスが邪魔ないよ。ボスいいよ。ボス行ったよ、もうボス行っちゃった。ラムちゃんも新しい
真剣に。いかがでしたか？ラムちゃんはロン君という先住犬のお兄ちゃんがいるご家族様のところに幸せになるために嫁いでいきました。この映像はラムちゃんが我が家のワンコたちと最後のお別れをした時の映像です。我が家で生まれ育った約2ヶ月間本当にいろいろなことが起こりました。ご家族様のところにはお兄ちゃんもロン君もいるから寂しくなんかないよね。ラムちゃんの兄弟たちはすごく幸せになってる映像も届いているよ。ラムちゃんも負けないくらい先住犬のロン君と一緒にご家族様もみんなで幸せになってください。今回の物語はこれで本当に完結です。我が家で生まれ育つ赤ちゃんたちが一体どこに巣立っていくかはその時が来ないとわかりません。ですが素敵な出会いがあると信じて私たちはこれからも活動をしていきます。皆様応援よろしくお願いいたします。戻ってきた時はどうなることかと思いましたが皆様の温かい応援コメントやメッセージがこの子の運命を変えたんだと思います。言葉には文章には力があります。それらが励みになり活力になりその後の運命が大きく変わるんだと私たちは感じています。それではこの子の新生活をほんの少しだけ皆様と一緒に見ながらお別れしましょう。これはお迎え帰りの道中かな。あれだけお迎え前に暴れてたのにまだまだ元気いっぱいで自分のベッドを破壊している。でもさすがに疲れたのかおとなしくなった。あれだけ興奮してたロン君も自分のテリトリーではとてもおとなしい。さすがお兄ちゃん。ラムちゃんもおとなしくおねんねするかな。新しいご家族様の自宅でご飯の時間。最初はやっぱりあまり食べてくれなかったそうな。そしておねんねの時間、新居に慣れるまで総時間はかからないよね。ケージの中ではおとなしくしてるみたいだね。顔つきから見て寂しさは全然なさそうで安心した。でもご飯はちょっとずつしか食べないみたいだね。たくさん食べないと大きくなれないよ。ケージの外でデンタルボーンをかみかみ。なぜかお兄ちゃんのロン君がケージの中でかみかみ、ギャクギャクって声が聞こえてきそう。ケージの中でご飯を与え出したらモリモリ食べるようになったみたい。ケージの外だと食欲と遊びたい気持ちが半分半分になってたのかもね。もう私たちの心配はいらないね。先住犬のロン君とご家族様みんなとラムちゃんでたくさん幸せになってね。ご家族様そしてみんなも本当にありがとう。